この度、私、寺一択、スクープ TV 内での競輪3日間生配信において、うっかり3日間で60万円も負けてしまい、それにより態度が悪くなり、口調も荒くなり、大変不快な思いをされた方がいるみたいなので、ひとまず頭を下げておこうと思います。大変申し訳ございませんでした。なんで頭を下げてるんでしょうか。60万円も失って。そら、態度悪なるて。ニッコ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 してたらおかしくない？ 60 万円も負けて、今いきなり60万円なくなってみて。笑ってられる？無理よ。でも自業自得だもんね。うん、見た見たコメントで、自分で60万円使っておいてその態度はないだろう。せやな。それは謝っとかなあかんけど、自分で60万使ってそれでニコニコしてんのも怖くない？あ、どうすればよかったかな。いや、まあまあ当てりゃよかったんやけどね。当たらんね。難しいね。競輪ファンの皆様、いや、見てらっしゃいますかね。ごめんなさいね。なんかあんな感じになっちゃって。そのね、生配信内の、あ、ちょっと長くなるけどいい？今から喋ること、ぐだぐだまとまってないし。あと、謝罪動画とか言っといて、もう、ボボボのシャツの時点でもアウトやもんね。ごめんなさいね。帰ってきてすぐ撮ってるから。あとこれ、iPhone 13 Pro のシネマティックモードで撮ってます。すごくない？このピントのぼやけ方。ねえ。この競輪でね、こんなに負ける前に予約してゲットしたから、なんかもう、これもちょっと腹立つわ。iPhone にもムカついてきた。まあでも、こうやってね。これから iPhone を使っていっぱい動画上げていこうかなと思ってるんですけども、そんな話はどうでもいい。経理の話しようか。まあ、難しいんだから。そのね、LINE とかね、その人間がどうなのかみたいな、そこを予想しないとダメだということでね、まあ15年間やってらっしゃったフリーアナウンサーの方とね、一緒にやらせていただいたわけなんですけども、まあすごい素敵な方で、詳しく教えてくださったんですけども、まあ初心者なりに一生懸命頑張ってみようと、頑張りすぎたんかな。あそこまでお金は使わなくてよかった。でもあそこまでお金を使うってことはやっぱ当たればね、なんやかんややっぱ言うねん。外れた時はいやいやお前その買い方はないみたいな。でもそのコメントでもいっぱい予想流れてきとったけど、やっぱみんながみんな当たってるわけでもないしってなってくると、俺も当たることもあったわけやんか。だから当たってもおかしくはなかったと思うの。当たんないよね。当たんない。やっぱ当たんないね。ね、もう当たったらね、そりゃ10万、20万勝つような買い方をしてますから。まあ、それで、まあまあ、一度も当たらず。あ、今日一回当たったわ。最後ね。まあ今日で27万ぐらい負けたんかな。一回だけ当たって、8レース中一回当たったのが、もうやけくそでもう、100円かけたやつがね、当たりました。いやー、面白いね。もう、5万とか6万入れてるのに当たらへん。あ、もう、1点買い、100円。当たんねー。おもろい。おもろい。人生おもろー。なんでそれ当たんねん。なんで。いやー、まあでもね、その、なんでこんなことになったかっていうと、本当に、まあ、競輪、まあ僕ね、地方競馬とかよくやってるじゃないですか。まあいろんなものに手出しすぎてもね、あんま良くないと思って、まあ正直言って、まあ競輪ファンの皆様、そして、ね、競輪のお仕事くださった方には申し訳ないんですけども、まあ今の現時点で、まあ、僕はこの3日間で、本当に競輪をするのは最後だろうと思って、まあ行ったろうと思って、で、行った結果、思ったよりも心がしんどくてね。あんなに当たらないと、まあ、あんな悪態をついてしまったんですけども。はい。だから、最後のつもりでやったんで、
生配信中にも言ったんですけども、人生単位で考えるとね、3日で60万、えぐい！もう、信じられん大金。でも、これから僕は競輪をずっとやり続けて、まあ、30年やったとしよう。30年で60万負け。もうこれはもう、勝ち！なんですよね。だから僕は今からこれから30年間競輪をしなければね、大勝利なので、そういう考えで行かせていただきました。はい。まあ、あと、僕の根本にはですね、いつも、まあ、その、ギャンブルとかでお金を使うときに、絶対に思ってとこあるんですよ。まあ、こんだけ5万、6万負けても、俺は絶対に YouTube で成功する。ね。もう、大物 YouTuber の家、すごいじゃないですか、本当に。俺は、ああなる。絶対ああなるんだって、思ってる自分がいて、それなら、今の5万、6万ぐらい、後で全部回収したるわ。っていうぐらいで、もう、そんな勢いでやってるんですけど、まあ、もうすぐ30歳か。そろそろやばい。もうちょっと売れないと、まくりきれないぐらいの負けをしちゃったので、本当にこれからテライチャンネルね、新しい iPhone も手に入れたので、まあ、こういう、もしかしたらテロップなしの動画とか、いっぱいあげた方がいいんかな。もうちょっとほんまは手を凝りたいんですけど、まあ、来年以降、なんか考えてるんですけどね。もう、いろいろとね。うん。まあ、どうなるかわかりませんが。まあ、ひとまず、そんな感じですね。まとまりなかったんですけど、あとね、会社にもコメントしてる方がいたんですけどね。寺井が負けてんのに笑うな、とか。まあ、あくまでもやっぱり、エンターテイメントなわけですよ。まあ、60万使ってエンターテイメントはちょっと厳しいですけども、なんていうんですかね。まあ、不快な方もたくさんいらっしゃった。怒ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃった。でも、僕を見て笑顔になってる方もいらっしゃった。ね。もうすべてがエンターテインメント、僕が泣いて、怒って、っていうのも、それを見て怒る皆さんも全部、その怒ってる皆さんをちょっとね、まあ煽ったりもしましたけども、まあ、それも全部、まあ言うたらエンターテインメントですよ。どんだけ人の感情を揺さぶったか。僕はこれを結構大事にしてるんですけど、揺さぶられたでしょ？てらいたく、うっとうしいなこいつみたいな、なんだこいつはみたいな思った方も今見てると思うんですけども、エンターテインメントです。それが全て、人生エンターテインメント、僕はそれを心がけて、無理やりなんとか精神保ってます。まあこれもエンターテインメントやしなっていうので、はい、やらせていただこうと思ってます。これからも何があっても、まあ、どんだけ苦しいことがあっても、これもエンターテインメントだっていう思いでね、やってるんで。だから皆さん、その心配しないで。はい。僕は大丈夫です。あと、そんな鬼みたいな会社じゃないんで。ちょっと僕が、あまりにも負けすぎて、ちょっと助けてくれるみたいです。僕はご安心よ。まあもちろん全額では全くないんですけども。そこはもう自分が悪いんでね。あんなお金使った自分が悪いんで。はい。会社は悪くないです。うん。まあ、もちろんそんな、ね。なんか、ずっとコメントに、寺井は金持ちだから大丈夫だろうみたいな人いましたけど、まあ、これはもう給料自体はその高くはない。だって会社員だから。うん。でも会社員であることによって、なんかその、困った時に助けてくれたりとかもあるんで。うん。ね。もう、なんか、ぐちゃぐちゃなっちゃったけど、喋りたいことは喋ったかな。よし。終わりにしよう。あと、なんか生配信して、スパチャするから生配信してみたいなコメントもありましたけども、60万まくろうと思ったらね、400万、500万ぐらい投げてもらわないと、ちょっと厳しい。結構ね、まあ、Google とかにも持って帰ったりするんで、はい。僕スパチャでなんかまくろうとか思ってないんですよね。まあ、冗談で言ったりもしましたけども、はい。まあ、あれはね、皆さんの愛を受け止めるシステムというか、ね、そんな風に思ってたりはするんですけども、はい、まあいつも本当に視聴者の皆様ありがとうございます。そして、初めてテライタクをした方、テライタクはね、あんなやつです。僕はでも生配信中に思いましたね。まあいろんな人のコメントを見て、あ、もうみんなに好かれる必要ないし、うん、面白いと思ってる人だけに楽しんでもらおうかなと。結構ね、やっぱ応援してくれてる人が多数なんですけども、やっぱね、心ないコメントっていうか、自分に対する攻撃的なコメントって、100人に1人でもやっぱ突き刺さってくるんですよね、それが。それを気にしてね、コメント返したりもしちゃいましたけども、まあ、そういうもんだよなっ
だってエンターテインメントだもん。うん。喜んでくれる人も不快な人もいるよなと思いながら、まあ、そういう、ね、不快に思った方をネタにしてしまって申し訳ないですけども、これからもどんどんネタにしていいですか。だから、好きに言ってください。お互いウィンウィンってことで。不快な方は俺に不快だと言って気持ちよくなる。ウィン。そして俺はそれをネタにする。ウィン、ウィン、ウィン。よし、仲良くしような。あ、ピーポーピーポー言うてますね。迎えに来たか。そろそろ。